2024年5月の17日8時17分です。ピカッと撮らないともう時間がないです。なんか、ペレットを上げた瞬間にわらっと来たんだけど、あそこ、ここにいるの多分あれだよね。ちびちゃんっぽいよね。なんか、みんなわしゃーって来るのにちびちゃんだけ、端でおとなしいこととかが結構多い気がするんだけど、だから体ちっちゃいんじゃないですかね、大丈夫ですかねという感じです。まあ確かに君らは遺伝的に平均サイズより大きくなりそうなんだけど、でもお姉さん大きい体の方が好きだから全然全然たっぷり大きくなってくれていいんだよ。ちっちゃい方が可愛いからいいなんて言わないからいいんだよ。食べて水はね、微妙な時間に変えちゃったから減ってないんだよね。チモシーも減ってないね、あんま。でね、お皿を下げた時にさ、じゃん。ね、これチビちゃんたちの便な気がするんだよね。ちっちゃくない？これがね、ママの便。ちっちゃくない？可愛くない？便が可愛いってどういうこと？まあそれは食べてたらね、便はするものなんだろうけど、可愛くない？まだ全然腸内環境が整ってないはずだから、そんなに便の質がうんぬんとか気にしなくていいらしいんだけど、なんか通常だったら、訴えを疑う便だよね。ああ、ひっくり返した。あるはるはほとんどなくなってますね。いつも通り三つかみ。で、朝の午前4時とかにさ、なんか誰かが出てんの見えたんだよね。一応撮ったけど、寝ぼけてたし、半分ぐらい。誰が出てきてたのかあんま把握してないんだよね。この辺から出たのかな。まあ言うてるね。体が大きくなってきて、そろそろ柵を、こうくぐり抜けができない子が出てきてるんじゃないかなとは思うんだけど、昨日時点でデコシロちゃんはくぐり抜けてきてたからね。なんか毛がさ、ボワッとしててボリュームがあるように見えるけど、実際そこまででもないのかもね。ひっくり返されるの覚悟で、大きい器にした方がいいのかな、これ。それか、めっちゃ分けるか、お皿を。なんか食べれてない子が出てる気がする。あぶれてる子が。ちょっと回収するね、一度。ちょっといいかい？デカちゃん、デカちゃんいいかい？抜いて。抜いて。そうそう。繰り返しちゃうかな。あんま平たいお皿もな、ひっくり返しちゃうよなって感じなんだけど、どちらにしろ満パンだね。悩ましいな。おにぎり皿はね、まだまだたくさんあるんだけど、ご覧の通りひっくり返しちゃったからな。そこ残ってるし、もったいないよね。
ひっくり返しちゃうと全部食べてくれなかったりとかする可能性あるから。それかもういっそのこと床にばらまいてやった方がいいのかな。ちょっと悩ましいですわね。じゃあまあ、すずさんとうたさんとこのちもし補充して仕事行くべか。